テンション下がる。こんばんは。そう、全然めっちゃっていうか体がすごいだるいとかそういうのじゃないんですけど、そう、すごいね、体の調子がいつもとちょっと違いすぎて、昨日薬飲んだんだけどね、ちょっとあんまり良くならなかったですね。こんばんは。そう、昨日薬飲むのにめっちゃ時間かかっちゃって、こんばんは、多分リアル20分ぐらいかかりました薬嫌いすぎて、一気に飲めないから、その一袋に入ってる量が多くて、そうだから一回全部コップに移して薬をティースプーンにこう一杯ずつこう飲んでたそれのせいですごい時間かかりました。で、まあ苦いじゃないですか、だからあんまり良くないんだろうけど、途中でチョコレート食べた、なんとか乗り切ったけどでもそれでも良くなってくんないからさ、ちょっと困るんですけど。こんばんは。そう、それをやってたのが深夜2時ですね。何をやっているんでしょう私は何をやっているんでしょう。そう、合間にチョコレート食べてなんとか頑張ったけど、そう、でも本当に美味しくないっていうか、めっちゃまずいんですよ。そう、本当吐き気がする、本当に正直匂いが来るだけで。こんばんは。吐き気を催しますね、ちょっとね、ダメですね。こんばんは。まあ色からしてさ、すごいまずそうな色をしているから、そう、本当に嫌になる。こんばんは。こんばんは。罰ゲームみたいやん。いや、本当ですよ。罰ゲームみたいで。こんばんは。ゆうともありがとうございます。ありがとう。こんばんは。すごい神がかかってる気がする。ウィこんばんは。いた。体調どうですか？治ってはないですけど、昨日よりは多分マシになっているはず。分からん。もう自分でも分かんない。自分でも分かりません。どうしましょう。こんばんは。でも熱だけはね、どれだけ調子が悪くなっても私出さないタイプなので、
そう、最高でね7度5分とかのはずだから、そういうすごくない？逆に。そう、8度とか9度はさすがに行ったことがないですね。7度5分が最高、強いよね。それだけが自慢です。もうこんばんは。そう、体調悪くなっても熱は出ないんだよね。そういう体になってるかも。もうもともと平熱が、平熱はね6度いくつとかだと思う、多分。うん、6度なんたらです。リュウト、ありがとうございます。ありがとう、こんばんは。そう、熱だけは出さないんだよね。何なんですかね。でも7度5分で死ぬかと思いました7度5分で死ぬかと思った。こんばんは。元気ですか？元気じゃないですいや元気だよ、元気だけど喉がマジでしんどい。あと鼻水。インフルはねかかったことないです。こんばんは。しんどくはないが本調子ではない、そんな感じですね今は。でもなんでこうなってるかって多分そう、冷蔵庫になんか飲みかけのカルピスがあって、でも最近現れたんですよそのカルピスが。そうで、誰のだろうと思って、まあ、家族の中で飲むって言ったら今は妹しかいないだろうと思って、妹のだったと思うんですけど、まあ飲んだんですよね二口ぐらいね。そっから悪くなったんですけど、なんか妹が噂によるとなんかあんまり体調がよろしくなかったっていうのを聞いて、私は多分ワンチャンそれで移っている気がするんですけど、そんな移るっけ、なんか飲んだものとかを飲んだらっていうなんかバカなことになってるんですけど、本当かな。私の予想はこれです。でもカルピス以外多分ないんだよね。だからカルピスで私は体調が悪くなった。妹が風邪気味の時に飲んだカルピスを私がいつも飲んじゃうからさ、勝手に。絶対これだよね、最悪だよ。こんばんは。絶対そうですよね。そう、逆にこれしかないもん。なんか変わったことといえば、はあ、こんばんは。面白いエピソードができたね。面白いエピソードかこれ。お姉ちゃん勝手に飲まないでって怒られた。いや気づかれてないです気づかれてない。でなんか妹が学校の自販機でなんか当てたらしいんですよ。1個買ったら当たり、多分当たり付きの自販機だったみたいなの言ってて、永遠に当たって買ったミルクティーがあるんですね冷蔵庫に。それは私ずっと狙ってるんですけど、未だにダメって言われる。くれてもいいのにね。そう、なんかあとそれは当たったやつだからダメだよって言われました。いいじゃんねくれたってねそう、そんななんかでも当たってなんか嬉しそうな割にはなかなか飲まないからさ。
そう、ここ1ヶ月ぐらいずっと言ってんだよ。でママにもこれ飲んでいいかなって聞くと、知らんよ怒られてもって言われるから、じゃあやめとくわって言って毎回やめてあげてる。あ、ラジオありがとう。私もさっきおじいちゃんに電話しました。今日は泉ちゃんとのラジオの放送日です。みんな聞いてね。ラジコで、ラジコっていうアプリでも聞けるので。オンタイムぐらいですか？42分、ちょっと遅れてる。イズユズです。イズユズこんばんは。今日お仕事終わってさ、駅を歩いていたわけよ。でさ、前からすっごいなんか走ってくる人がいるなと思って、私の目の前まで来て何と思ったら、クラシマアミだったクラシマアミだった。びっくりした。そう、マジでびっくりして、びっくりしたって5回ぐらい言いました。うん、暮らしまめだった。そう、すごい勢いで来るからさ、何と思ったらさ、暮らしまめだったよね。ゆうたありがとう。こんばんは。かわいいよね。そう、走ってきた。明日も会うんだ。でもそう、明日も会うんです。こんばんは。嵐からの隠れ場所がかかってる。そう、嵐からの隠れ場所にしたんですよ、曲。そうなのよ、泉ちゃんと私で。可愛い曲ですからね。こんばんは。ひつまぶしは好き急な質問ですね。ひつまぶしですか？好きです。好きですよ。久しく食べてないけど好きです。でも不意に食べたくなるよね、うなぎって。握手会追加申し込みしてきました。ありがとうございます。そう、今日の15時から4時抽選受付中で、全日程買えるようになってるみたいなので、皆さんぜひお願いします。オンライン特典会は今日までですね。はい、最近お寿司は食べてますか？最近食べました。いつだったかな、先週、先週食べましたね。先週るーちゃんと私とあみちゃんで食べました。なんだっけ、思い出せない、食べたんだっけな。ああ、あれだ、2分半映像撮った日に、そう、流れ、その流れで食べに行った。そう、終わって、そうそうそう、
美味しかった。ニューハン映像出たの久しぶりかも。そんなことないかな。でもなんか公演出てる割にはそんな出てない気がするから、前回とかあれだった気がする、バレンタインとかだった気がする。こんばんは。2分半、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。周りがあれな分賢く見えるね。失礼な、どっちにも失礼だな。私にかバカみたいな言い方もするし、ルーちゃんとアミちゃんはなんかバカみたいな、間違ってないかもしれないけど。いや、さすがに負けるわけにはいかないですよね。いや、嫌です、負けるのは。いや、でもやっぱ昔からね、あれ苦手ですね、数学、数学とかなんか苦手、算数苦手でした。でも掛け算言えるからいいやと思ってるけど掛け算分かれば生きていけるかなと思って、そう、もう分数とかさ忘れちゃったもんね。分数分かんないと思う、多分。うん、分数むずくない？こんばんは。くは言えますよね、さすがにね。くくはもう叩き込まれてますよ、頭に。余裕です。なんか2桁かける1桁はまだこう計算しやすいじゃん。でも2桁かける2桁の掛け算は嫌い。ちゃんと式書かないと計算できない。こんばんは。まあそろばん行ってましたからそろばん行ってましたから、ゆずゆず聞いてきた、ありがとうございます、ありがとう。いや、ククはマジで言えると思います。はい、ククは余裕ですよ、さすがにそんなおバカじゃないです。まあ当たり前だろうけど。こんばんは。なるほど、家ってこと家ってことですか。7の段、7の段でなんでそんな難しい扱いされてんの。そんなあれだっけ、難しいっけ。こんばんは。7の段、71が7 24 7 3 21 7 4 28 7 5 35 46 47 5 6 7 9 63。さすがですね、余裕。
当たり前じゃん。くくぐらい言えるわ。いや普通ですよね、すいません。いやでも8期はちょっと心配ですね。野村は言えないでしょ絶対。いや掛け算はいけるって。九九は大丈夫です。やるじゃない。私どんだけ下に見られてんの。そんなおバカに見えるかね私。まあそりゃそこまであれでしたけど、成績はいいとは言えなかったけど。こんばんは。マカロンあげた。マカロン苦手やねん。マカロン苦手やねん。そう食べれんのよ。お寿司欲しいな、マカロンの代わりに。こんばんは。ほんぜかわいい。じゃあ一生やっとくわ。態度悪そうじゃない、こんな姿勢でショールームしてたら。てか歪みそう、顔がこんなずっとやってたら。こんばんは。こんばんは。星座以上に良くなさそうですね。ね、星座はもうしませんよ。こんばんは。眠たくなってきた。でもまだ10時前だ。なんかめちゃめちゃ早く感じる。今日は早く寝そう。寝たい。ちょっと早く寝たいですね、今日は。寝たいです。いや、薬はまだ飲んでない。後から飲む。いや、家族でいる、家族がいる前で、だって緊張して飲めないから、まだ飲んでない。そう、緊張して余計にね、飲めないからね。余計に戻ってきちゃうから薬が、飲んでも戻ってきちゃうから飲めないんです。
ばんは。戻ってきちゃう。だから苦すぎて戻ってくるんですよ。そう、なんか来た道を戻ってくる。本当今からでも本当にオブラート買ってこようかなぐらい嫌いなんですけどね。どうしたらいいかな。そう、苦すぎて嫌い。嫌い。でも飲めないとか言ってるとさ、ママからさ、そう、もうあんた二十歳になるのにそんなこと言ってる場合じゃないよって絶対言われる気がする。何を言っているのって言われる。こんばんは。なんか純粋にさ思ったんだけどさ、私いつもその薬飲んだら一発で治るんだけどさ、今回治ってないということはこの薬じゃない方がいいんじゃないか説出てない？明日違うやつ買ってこようかな、薬局で。いつもだったら絶対治るのに、今回だって違うもん。違う薬だったら治るじゃないか説を提案してみようかな、ママに。こんばんは。妹さんがどうやって直したか聞けばいい説。確かに妹はね、あれ飲んでました、カロナール。でも妹はね、熱が微熱だったんよ。だから私微熱でもなんでもないんだよね。そうだからさ、そういう熱は出してないんだよね。こんばんは。こんばんは。ちょっと睡魔が来ておる。こんばんは。やっぱ医者に行くべきですか？行こうかな、土曜日とかに。土曜日とかに行こうかな。
でもちっちゃい頃耳鼻科とか嫌いだったな。めっちゃ泣いた記憶ある。すごいなんか何されたか覚えてないけど、そう耳鼻科めっちゃね嫌いでした。注射とかよりも嫌いだったかも、もしかしたら。こんばんは。歯医者はどう？歯医者？歯医者は、あんまり嫌な思い出ないかもな。こんばんは。もうなんかさすがに病院では泣かないですけど、歯医者とかもだけど、さすがにコロナPCR 検査を受けた時はもう結構ガチで涙出てきましたね。痛すぎて痛すぎて泣いた。そう、さすがに注射とかではもう泣かないですけど、もう19歳なんでね、19歳なんで、もう20歳になりますから、そんなあれですけど、なんかいろいろある中で、そう鼻から入れたんですよ PCR 検査。鼻からグサって入れられて、多分ここぐらいまで来てたんですよね、棒みたいなのがこうグサって入ってグリグリみたいな。そんなんされたら痛くない？しかも何も知らなくてそんなことをされるだなんて、急に座れって言われて座ったらそれですよ。へーみたいな、もう何が起こってるのみたいな感じで、そう超痛かった。こんばんは。いや、本当痛いよね。そう、でも。それ以来泣いてないですね。さすがにそういう系では、病院とかそういう検査とかでは泣いてないです。そっから、病院話題で明日健康診断なの思い出した。健康診断ゆずも行きたいな。健康診断っていうよりあれですね、身長測りに行きたいだけだけど。身長が分かればもう満足なんですけど、身長測るやつってどこにあるの？どこ行ったら測れる？無料で測れるとこないですか？もうパパってできるとこ。そう、別になんかそれ以外のことが知りたいわけではないんですけど、まあ、やれるならやっておきたいみたいなとこもあるけどね。そう、身長測りたいんですけど。
まだ身長伸びてるの。なんかさすがにガンとは伸びないですけど、ほんと少しずつ伸びてますね。なんか去年履けてたジャージが履けないとか、ちょっと丈が足りなくてとかもあるし、なんかこの人とこんなに身長差あったっけみたいなのもあるから、伸びてはいるはずだけど、どうだろう。でもちゃんと朝起き、毎朝起きて伸びしてるのそういえば伸びをするっていいらしくて、身長伸びるんだって。そうだから伸びをしている、起きてから。毎朝学校の保健室、あ、もうじゃあ中学校とか行って侵入して身長だけ測って帰ってこようかな不審者やないか不審者やないか、ただの。公式では162になって、でもね、スキンイーのプロフィールっていうか、あれは 163.2 にしてもらってるはずなので、そう変えてもらったんですよ。なんか自己紹介、公演の自己紹介でこの身長の話題を出したら変えてくれたんですよ、スタッフさんが。そうだからね、そっから 163.2 になっているはず。163.2 になってて、ワロタ、なんだよワロタって、どこがだよJC の制服着て母校に、もう JC の服は着れないですね。ちょっともうスカートがミニスカートぐらいになってるかも。ワロタって何笑ってんねん何笑ってんねん。でも私ずっと言ってません？でも身長測りたいってずっと言ってるよね、永遠言ってる気がする。そろそろ本当に測りたいんですけど。白森 163.2 になって、でもめっちゃ前の出来事ですよ。このプロフィールが変わってすぐぐらいだから、1月とかにはもう変わってました。なんかさ、アミちゃんが未完全 TV の密着ロケ、密着ご褒美企画でなんか身長を伸ばすみたいな企画するんだよねっていうのを、まあ、前もって聞いてたんですよ。ロケの2日前ぐらいに聞いてたんかな、前日かそれぐらいに聞いてて、ほんとゆずも便乗していこうかなと思ったぐらい本当に測りたい。っていうのをずっと思ってるんですけどね、なかなか測るっていう機会がねなくて。こんばんは。座高測らないんでしょ。座高測ったところでさ、って感じだけどね。もう私もでも測ってましたよ、小学2年生とかまでは身体測定で。こんばんは。こんばんは、こんばんは、こんばんは。
なんか昨日中学の卒アルを見てて急にふと見たくなっちゃって、まあ、あんまり自分のとこ以外は 見てたんですけど、私でもクラス写真みたいなのとか全部載ってないんですよ一切。そういなかったから。そうけど1枚だけなんか載ってる写真があって、そう部活の写真にも載ってなくて、このちっちゃいさこういうさ欠席者みたいなあれにもいないんですよ。なんかガチでクラスのそう写真、この個人写真しかないんだけど、そう一枚だけなんか座ってる写真があって、そうもうなんか一人だけ小学生みたいな子がねいたと思ったら自分だった。卒アルってたまに見ると楽しいよね。こんばんは。え、あるあるなんですか？アイドルのあるあるなのこれ。どういうこと？どういうこと？そう、びっくりするぐらいいなくて、自分が。そう、しかも悲しいのがさ、なんかもう寄せ書きとかも書く時間の日もいなかったから、誰からも書かれてないのよ。まっさら。そう、まっさらの卒業アルバム。しかも卒業式前にはもらうじゃん、だいたい卒業アルバムって。そうでも行かなかったからさ、卒業式の日にもらいましたよ卒アル。こんばんは。そう、まっさらまっさらの卒アルです。もう、卒アルに将来の夢とか載って、卒アルには載ってないけど、なんかあれにありません？卒業文集みたいな、あれどっか行っちゃったわ。でもでも家のどっかに多分あるはず、さすがに捨ててない気がするから、どこかにはあるはずだけどどこか分からん。でもどっかにもあると思う。そう、多分ピンク色のね卒業文集だったはずなんですけど、そうどっか行っちゃいましたね。レアキャラだった。もうレアどころじゃないかも、スーパースーパーレアキャラぐらいでしたね。行っても1時間目まで1時間目まで1時間目受けて帰るみたいな日が多かったので、そう、こんばんは。座敷わらし座敷わらしすぎ、そんなことある？そうかなって感じだけどね。小学校の時 SKE 入ってなかったよ。なんて書いてた、なんて書いてたかな。でもチアリーダーって書いた気がする。分からん、やってたんでね、チアリーダーだったね。こんばんは。30分になったら終わろうかな。あと10分ちょっと。ちょっ
でも学校とかでさ将来の夢とか話す時間めっちゃ嫌いだったな。その頃からっていうか、まあその頃より前から人前に出るの大っ嫌いだったからさ、嫌だった。なんか人前で喋ることも嫌いすぎたんですけど、小学校の5年生か6年生の先生がすごい意地悪で、授業の中でっていう日があって、意地悪な先生だと思ってました。そう、もうめっちゃ嫌で、しかもなんか全員分のマグネットみたいなこう貼ってあるの黒板に、で答えた人は移動させられんの、そのマグネットが。めっちゃ嫌じゃない？そう、本当に超覚えてる。名前も覚えてますもん、先生。すごい嫌だ。そう、こういう貼られてあってさ、こうやって。すっごい嫌だったんだよね。めっちゃ覚えてるよ、私。そこまでさ、興味のないこととかっていうか、まあすぐ忘れちゃう時もあるけど、それだけはマジで覚えてる。本当に一生根に持つ。うわ、日直も嫌いだったな。こんばんは。いや、根に持ってますよ、もう。嫌だったよ。こんばんは。日直とか懐かしすぎ、なんかどういう、もう響きが懐かしすぎやろ。わあ、教科書読むのもめっちゃ嫌だった。まだ読むだけだからいいけどさ、嫌だよね、あの時間ね。わかる、すっごい嫌だ。もうなんか自分、わ、今自分一人で喋ってる、わわわわみたいな感じだった心の中で。めっちゃ嫌だった。ああ懐かしい。こんばんは。いや懐かしいですね。どうやってクラスの男子を落としてました？申し訳ないけど喋ったことなかったです。あと喋れる、なんかクラス全然喋れるタイプじゃなさすぎて、喋れる人多分5人ぐらいしかいなかった、女の子で。そう、そういう人、子いるじゃないですか、クラスに。なんかもうあんまり声聞いたことないみたいな、そういうポジションだったんで、そう本当にしか喋ったことなかったですね。もう多分私のことは忘れられてます。そう、マジで静かだった。もうなんか極力喋らない、そう喋らない子だったので。
そういう子がアイドルって最高の七じゃない。そうですかね。そうでも本当に陰キャそのものを多分私が表してた。こんばんは。アイドルしてるってみんな知らないんかな。うんとね、知ってる人の方が多いと思います。でも私が逆に相手のことを覚えてない可能性があるので分かりません。でも同じ小学校の子と同じ中学だったんで、そう、まあさすがに知ってはいるだろうけど、まあそんな人いたなみたいなぐらいだと思います。はい。石黒久しぶりよ。石黒って呼ばれるのなんかやだな。怖いですね。誰って言っちゃいそう。久しぶりに会った時とか誰って言っちゃいそう。優等生キャラだ。優等生ではない。優等生とかもそういう問題じゃなかったですね。ただただ静かな子でした。静かだし誰なんか喋れないし、そう、喋れないし、話しかけれないし自分で。でもさ、久しぶりって言われてさ、どうやって返すのが一番いいんだろうね。久しぶりなの。え、いや、なんかこっちが覚えてればいいけどさ、本当になんか、まあ、本当に見た目変わってるとかだったらさ、わかんないじゃないですか。もうすごいめちゃめちゃ顔が変わったとか、すっごい身長高くなってるとか、そういうなんかすっごい変化がある人とかだったらさ、え、誰ってなっちゃいそうじゃない。いや、さすがに同じ小学校とかの子だったら覚えてる自信はあるけど、なんか全然違う小学校の子から久しぶりなんて言われたら頭はずな、はずなになっちゃうよね。やっぱ必殺、私の特技の愛想笑いで通り越すしかないか。やっぱ愛想笑い最強ってことで、私もよくやるので愛想笑いしときましょう。みんな女の子は特に変わりません。なんかもう私の場合はさ、もうその今の自分の顔がさ調べたら出てくるわけだから、別に誰なんてまあ思われるかもしれないけど、あ、こんな感じなんだとは思わないかもしれないじゃないですか。けどさ、私は相手のこと知らないから今どうなってるかとか、それが怖いよね。そう、知り合いがコンビニでバイトパターン気まずい。いや、なんかほんと地元あるあるだよね。それ私も地元のコンビニ行けないもん、一人で気まずくて無理。
あんまりコンビニ行かないけどな、一人で。知り合い見かけたら逃げるタイプ。もう真っ先に逃げます。マジですぐ逃げるよ、秒ですよ。昔から変わってないこれ、その今になった、今そのなんて言うんですか、アイドルになる前からです。もうなんか休日とかになんかショッピングモールとかで絶対あの人やってなるとすぐ逃げるタイプだった。見つけるの早そう。マジで早いと思います、人間観察してるからね。そう、逃げ足早いタイプなんでそう、めっちゃ逃げる、逃げるか隠れるかのどっちかだよね。一回なんか普通に出かけてて、ショッピングモールよし行くぞってなった時に車の中から見かけたの、友達を。そうで、しかももうずっと会ってないのね、もうな5年ぐらい多分会ってなくて、そんなん気まずいやん、だからもう帰ろうって言って帰ったことあります。ガチ勢。そう、私その時の私はもうどうかしてたのか知らないけど、まあ今でもそうすると思うけど、人間帰りました、会わないために。そう、その友達しかも双子で、そうもう双子なんて似てるじゃないですか、だからどっちがどっちか分かんないの自分も。昔は分かったけど、そう今は本当に分かんなくて、そうどっちがどっちだみたいな、そう本当そっくりなんですよ。そう、まあ、ちゃんと見たら分かるけど、分かると思うけど、そう本当にね分かんない。まあいいあれですよね、対策法ですよね、中で会うよりさっさと逃げた方がいいよね。私は逃げるタイプです。こんばんは。ちょっと31分やんけ、そろそろ終わるか、終わりますかね。今日は今日は早く寝たいと思います。またじゃあ明日のショールームでお会いしましょう。明日もお仕事終わりに配信します。ありがとうございました。おやすみなさい、バイバイ。ありがとうございました、バイバイ、おやすみなさい。おやすみ、バイバイ、ありがとうございました、バイバイ。